ウィルコ・ズイーレンベルグは、オランダブレースバイク出身の元オートバイレーサー。現役時代、日本では、セイレンベルグと呼ばれることも多かった。モトクロスレースに参戦した後、ロードレースに転向した。1986年にロードレース世界選手権、80cc クラスにデビューを果たした。1988年以降は250。 CC クラスに移り、1990年シーズンの第5戦、ニュルブルクリンクで行われたドイツグランプリで GP 初、そして唯一となる勝利を挙げた。グランプリにおけるベストシーズンは、翌1991年で、前年から引き続いて、サムスンシャープホンダチームで NSR250 を買ったズイーレンベルグは、ルカカ・ダローラ、ヘルムート・ブラドル、 カルロス・カルダスに次ぐシリーズランキング4位の成績を残した。1992年にラッキーストライク鈴木チームで RGV ガンマ250を買った後はアプリリア、ホンダとマシンを乗り換え、1994年までフル参戦を続けた。その後1995年から2000年まではスーパースポーツ世界選手権に活動の場を移した。現役引退後は、 ヤマハモーターヨーロッパでテクニカルコーディネーター、テストライダーとして活動し、2008年からはスーパースポーツ世界選手権におけるヤマハのファクトリーチーム、ヤマハワールドスーパースポーツの監督に就任。翌2009年にはカルクラッチローをワールドチャンピオンに導いている。2010年シーズン、ズイーレンベルグはモートジッピーを戦うフィアットヤマハチームに移動し、 ホルヘロレンソ担当のチームマネージャーとして活動することになった。1969年から1987年までのポイントシステム。1988年から1992年までのポイントシステム。1993年以降のポイントシステム。ありがとうございます。